強ですが、自らの得点力もあるテイラーから、これはトップ付近からヨッシーのスリーポイント、これは大きいですね、はい、ヨッシーもこのチャンピオンシップは参戦、はい、かなり激しくチェイスしてるんですが、はい、何度でもスクリーンを使ってフリーになりますね、この島根に対してヨッシーも突破力を見せていきます。いいですね。対する東京です。1つフェイクを入れて、この後吉井がアタック。いや、吉井選手いいアタックですね、ここもファウルをもぎ取りました。あまりファウルをしない選手なんですが、はい、ここも先に体を当てて、はい、うまく相手の腕が前に伸びてくるところに、テイラーがアタックを仕掛けてパスです。見事にフリーな状況を作りました。いや、吉井選手応えましたね。1点差です。吉井も2桁10ポイント、最後の最後までという両チームのプレーです。ユーロステップで抜けていきました。吉井、ね、選手、はい、ルフォード選手相手にワンオンワンでメイクしてきましたね。カーブからテイラー、大きなステップから自らのショットに持ち込みます。ポイントとなるリバウンドは東京が取ります。そして最後はバスケットカウントになりました。エンドワン奪いましたね。ただその度、はい、キャッチするんではなくて、なるほど、チップすることでボードに当てて自分たちいったトラビス。東京は田中大輝のペリメーター、この辺りがなかなかここリングを通っていきません、はい、通りませんが、吉井選手が一つ粘って、うん、オフェンスリバウンド、かなり激しく粘ったことで、はい、島根のチップを奪ってもう一度東京のポゼッションですね、はい、リードを広げた島根。トラビス、ただ東京が守った。ここも吉井だ。素晴らしいディフェンスですね。そしてテイラーが走っていく。ビフォードのディフェンスも何のそのという、に対しては白浜ががっちり、素晴らしいディフェンスですが、その後しっかり得点につなげた吉井、これはビッグプレー。吉井選手11点差、白浜はよく守った。